とぎゅーっとハッピーハロウィン、マリでーす。はい、ちょっとハッピーハロウィンの時だけちょっと挨拶変えてみたんですけど、どうですか？いいということで、はい、早速ね、今日はドーナツ大食いをしていこうと思います。しかもコスプレして、これはコスプレした時の動画と一緒のやつなんですけど、キョンシーの服を着て今日は食べようと思います。計12個あります。大丈夫かな、いけるかな、いけると信じて食べていこうと思います。じゃあでは、こちらゴー。はい、早速食べていこうと思います。いただきます。ちょっとね、一番私が好きなあのスクリンプルってやつが今回なかったので、あのその次に好きなオリジナルを4つあるんですけど、それも食べていこうと思います。なんかさ、初めましての子がさ、1,2,3,4,5,6,7 ついる、7匹いる、います。これね、一番気になってたのはこの抹茶が、こんなうまいのあったっけ。めちゃめちゃ美味しい。なんかちゃんと抹茶、今日はね、何も食べないで来たんだ。いや、嘘。朝は豆腐とキムチだけ食べたの。最近ね、ダイエットの期間に入ってて、あんま食べないようにしてたんだけど、今日は多いって聞いてたから、それしか食べないようにしてた。で、めちゃくちゃチョコが食べたくて仕方なかったんだけど。美味しい。でね、マリね、すぐお腹いっぱいになっちゃうから、水は本当にマジ喉乾いた、無理、死にそうってなった時だけ飲む。なんかね、ダイエットを始めてまたちょっと胃がちっちゃくなってる気がするから、ちょっとゆっくり食べるね。美味しい。なんかハロウィンといったらさ、みんなお菓子回るじゃん。まだ回ったことないんだよね。回ったことあるマネージャーちゃんたち？ない？やっぱ回らないか。でもアメリカとかしか回らないよね、多分。美味しい。私毎年ハロウィンは何もしてない。逆にすることあるってくらい何もない。小学校の時に友達と一緒にお菓子回ろうって言って、ご近所さんを転々としたことはある。しかもね、私キャンシーに嫌な思い出しかないんだよね。小学校の時に家帰ると毎回一人なんですよ。家に誰もいなくて、でその時にテレビつけたら毎回キョンシーやってるんですよ。本当にもうトイレ行けなくなっちゃった。怖すぎて。ごめんなさい、喉乾いた。そしたらね、チョコの代わりにめちゃくちゃ気になってたこちらも食べます。スクリンプルちゃんの代わりにね、チョコ買ってきてくれたので。うん、これもうまいよ。私のハロウィンはみんな何するんだ？お家でパーティー？それとも友達呼んでお部屋借りてパーティー？ねえ、なんかさ、すっごい思ったの。冬ってさ、寒くなると同時にいろんなの思い出さない？私だけ？この寒さがすごい好きってなった時に、過去の思い出、うどんだったりとか、もう人じゃないのって感じなんだけど、まあ人もそうだし、でも冬ってクリスマスとかいろいろそういうのがあるから、待って、なんか毛が生えてる、また。楽しいイベントだよねって思う。待って、毛が入った。うん、って思うよね。ね、いきます。どうする、クリスマスマジで。マークとうちとかどうすればいいのだって。開いている？いるよ。うちらぼっちじゃない。えマリちゃんはぼっちじゃないです。えマリはいるもん、ハルクと過ごすもん。うん、食べる？あ、食べるってダメなの。そうだ、私が食べなきゃいけないのか。マリちゃん、一回限界まで食べて。限界だって。分かった。ん？でもさ、珍しく3個までいってるよ。ねえ、でも食べてるなと思ってきる。どれ食べようかな。食べたことないやつ食べて。これ食べよう。
まあ、普段こんな食べれないんですよ。今日 4つも食べれたってなんかすごくない？ね、でもね、なんか甘すぎて口の中がしょっぱいもん食べたいもんだって、なんかすごい。ここ目いきます。ピロリン。わあ、おいしい。とてもおいしい。ドーナツの CM 来ちゃうかも。ワンちゃん、ドーナツを再現して。ドーナツあれ、ま、ドーナツの CM まで3、2、1。え、その CM じゃないじゃん。まる、リングリング。ワンちゃん、CM するとしたら何の CM したい？CM っていうよりかは、ね、うん、プリキのあれになりたい、モデルになりたい。じマリちゃんの夢語ろうよ。じゃあ3つ、うん、1、プリキのモデルね。プリキのモデルね、うん、2個目、うん、ケープの CM。 マリちゃんケープ愛用してんじゃん。ね、ケープのやつもいいね。それうちらが、ね、どんどん押していかないとね。そう髪とかのやつとか、あとなんだろうな、リップ。口が自分あれなんで。マリちゃん牛好きだからさ、うん、例えばマザー牧場の、うん、なんかメインキャラクターとか、あ、やってみたいかもね。美味しい牛乳の牛乳ガールみたい な、うん、なんかあ、これ牛乳パックに私こうやってやるの。死ぬくね。牛乳ガールみたいな。いや、うん、さ、マザー牧場とか行った時にマリちゃんのパネルとかあったらさ、面白い。そういうテスト。でもさ、最近友達と話してたの、やっぱり、うん、ハムスター見てたのね、ずっと、うん、そしたらさ、その後に自分の顔見たのね。自分やっぱハムスター顔なんだなって思ったの、うん、ハムスターとかモルモット見てたのね。これアルパカ見てる最近。アルパカってめちゃくちゃ臭いのしてた。しっ、それしてる。アルパカこうやって近づいた瞬間、ここでハエがたくさんボーって出てる。くっついてた。でもね、こうやって離れれば大丈夫。羊とかアルパカが最近すごく好きで、ね、ずっと見てて、ね、かわいい、かわいい、行きたい、かわいくないですか？かわいいね、なんか。かわいい。まりちゃん、最近こういうのにハマってるそうです。ムスター見た後に自分の顔見ると、やっぱりなんかポクってしてんだよね、顔が自分の。マリちゃん似てる。ピースしてるよ、ほら。マリちゃんじゃん。マジで、マリで草。あ、かわいい。もうそれにしか見えなくなってきちゃった。1、2、3、4、5、6、6個食べた。違う。あ、待って。6。ね、うん、これがなんか季節限定の和栗クリームらしいので、いただきます。お願いします。美味しい。目、この間にマリちゃんの顔入れて、もうちょっとちゃちゃちゃ。なんかさ、やばくねえか。絶対スクショされるやん。オッケー、食べれた。せめて3つは行こうよって思ったんだけど、重い。思った以上に6個いけた。でもめっちゃ食べれたで、めっちゃ本当に感動しちゃった。クッキークリームおいしそうじゃね。これなんかサナちゃん好きそうだなって思ったね。だから残しとったよ。本当？うん、食べます。あいつ食べなかった。いただきます。食べます。食べます。ドーナツの穴を覗いてみたら、マリちゃんがいた。あれ、なんかかぼちゃが2つ。あれ、悲しい。ハロウィンなのに。これでもパンプキン味とかじゃないでしょ。いや、でもパンプキンでしょ、上は。パンプキン、中はキャラメルパンプキン。じゃあ、かわいそうなんで、マリちゃんが食べないから。ごめんなさい。この顔して。食べます。すいません、あと1個だったんですけど、うん、限界が来たので、マネージャーさんたち、ありがとうございました。残りの1個食べたい方はちょっとコメントにお願いします。この動画がいいと思いましたら、グッドボタン、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。 TikTok、Twitter、Instagram もやってますね。概要欄に載せておきます。それではみんな、バイバイ。よしー。